ついに来ましたね。アイドル同士で家飲みする日。こう見えてずっと待っていたんですよ。地味ながら手料理も。今日はどうぞ、いつまでも時間を気にせずに語らってくださいね。この桃のジュース変なんです。プロデューサーさん、水分補給をと思って飲んだら、なんだか助けてもらえまか。ライブを終えて一人暮らしの部屋に帰ると、最近感じることがあるんです。ふと周りを見回すと誰もいなくて、たとえアイドルでも一日にあったこと、誰かと語りたいものですよね。一緒に夕飯を食べながら、あるいはグラスを交わしながら。私のお仕事を分かってくれている人に聞いてもらえたらありがたいですし、あのプロデューサーさん、私少し酔っているみたいです。自分の意思で立ったステージ、今でも流されてばかりです。雰囲気に流され、ファンに流され、あなたに流されて。でも気づきました。流されながらでも届けられるものはあるって。泣き崩れてしまいそう。でもまだ嬉し涙を流す時はプロデューサーさんと心で決めた約束ですから。やる気もめげない気持ちもあるんです。あったんです。でも他の人に比べたら、やはりそれは気づかれないほどの強さです。誰の目にも止まらないうちに、いつしか折れてしまいました。でもプロデューサーさんはその気持ちを優しく持ち上げてくれました。芯がないのは誰も必要としてくれなかったから、私自身もそれを信じられなかったから。26年かかってようやく私歩き始められます。シンさんやプロデューサーさんと飲んでいると悩みが消えていきます。本当に明るくて楽しくて、その眩しさで私の毎日を照らしてくれるよ。プロデューサーさん、私
思っていました。アイドルになったからにはいつか太陽のようにならなければと。でもシンさんと話すうちにある種諦めのような気持ちを持ちました。私はきっと太陽にはなれません。だってあの明るさは生まれ持ったものですよね。今からどう頑張って振る舞ってもあんなに天真爛漫な言葉遣いはできないでしょうし、でも太陽になれないと分かってかえって救われました。その眩しさは私の進む別の道を示してくれたような気がして、目立たなくてもいい、ほんのりと皆さんを照らせる夜の光のようなアイドルになれたら、たとえ人を導けなくても私は人を受け入れることができると思うんです。うまく喋れないもどかしさも、思うようにできない悲しみも、すべて自分のことのように。皆さんの思いの行き場、そんなアイドルに。